はい、皆様こんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。前回お知らせしましたけども、今ですね、私関西に来てまして、岡田裕二店主がですね、経営しているバックホームというお店で今ポップアップをちょっと一月ほどやらさせていただいております。ご紹介しますね。こちらが店主の岡田裕二君です。どうも、はじめまして。バックホームミランドレックの店主の岡田裕二君です。だいぶなんか初めて、なんかこういった動画撮るの初めて見たんです。だいぶ緊張してるみたいなんですけど、今日はですね、せっかくなんで岡田君のね、お話等含めてですね、このチャンネル見てる方は、本当にいろんな方いらっしゃると思うんですが、もちろんハンバーガーに興味ある方もいらっしゃいますし、そういったね、精神的なことについてね、興味がある方もいらっしゃると思います。そこら辺をですね、どういった流れで、今岡田さんが今の立ち位置にいるかっていうところですね、ちょっとご説明しながらですね、お話していければと思います。まずですね、岡田さんは、バックホームやられたその、までの間で、まずハンバーガーですね、軽くですね、どういった流れでこのバックホームを、立ち上げるところまで来たかっていうとですね、ちょっと軽くご説明していただければと思います。じゃあ岡田さん、よろしくお願いします。いや、バックホーム、ハンバーガー屋さん目指したってことですよね。だからそうですね、なんかきっかけみたいなのあったんですか。そうですね、だから自分は何をしたらいいかな、シンプルに大学受験に落ちてですね。それ初耳だな。大学受験落ちた、路頭に迷いまくったわけですね。何をすればいいかみたいな。18歳ぐらいですか。そう、18。いや、もう3年ぐらい浪人したんじゃないですかね。3年浪人した。もう弁蔵さんクラスで規定列大学から東大京大なんか目指すぐらいの人だってなんか分かるんですけど、そうでもないクラスのなんか大学を目指しながらも、弁蔵さんクラスの弁蔵さん、もう20歳そこそこでもう弁蔵さんになっちゃって、もう周りがもう3回4回、いや、もう卒業すんじゃねえかなっていう中、まだ弁蔵さんいやー、これはどうかなと。もうそろそろ終止符した方がいいんじゃないかなと思って、諦めてですね、で何したらいいかなと思って、いろいろ手段として、本屋さん行って、なんか模索するしかないなと思って、でその時、出会ったのが、ワタミのですね、渡辺美希さんっていう、飲食やられてる、社長、経営者の方の本見て、この人かっこいいなと思って、この人みたいになりたいなと思って、飲食を目指したんですね。その流れだったら、そのままワタミ行きゃいいって話なんですけど。確かにそうだね。なんかわかんないですけど、行けなかったです、ね。行けなかった。人見知りとか、お酒もそんなに、人と接することがあんまり好きじゃないみたいな性格でもあったんで。やっぱちょっと飲食に興味が出てきたな、みたいな。そうそう、もう飲食しかないんじゃないかという。なるほどですね。で、でもとりあえず、鳴らすというか、人と触れ合うっていうところで、たくさん人と触れ合う場所っていうところで、いろいろホテルの宴会サービスとか、そこをついて、いろいろこう人慣れしながら、本当にやりたいことなんだろうっていうのを考え出した時にですね、自分の好きな、なんかいろんな、ものをリストアップしていったら、アメリカが好きで、映画が好きで、で、ハンバーガーが好き。ハンバーガー。そこでハンバーガー。そこでハンバーガーができたんですよね。なんか昔、幼稚園の帰りに、ロッテリアがあったんですよ。ロッテリア。そうです。で、そこでいつもなんか、親父が、たまたま迎えに来るとき、親父がいつもロッテリアに寄ってくれてたんですよ。なんかそれがなんか結構、
嬉しかった印象があって、うん、なんかそこが結構なんかハンバーガー好きな、うん、一番最初のきっかけなのかなとか思うんですけど、うん、そうだよ、なんか華やかなね、うん、ワクワク感あるよね、そうですよね、ハンバーガーってね、はい、うん、でやっぱハンバーガーだってなって、うん、これしかねえと思って、うん、でなんかそれを決意したらなんかいろんなとこから情報が自分の方に集まってきてですね、うん、でいろいろ雑誌とか何なりとか、うん、まあ、なんかその時オンタイムでテレビでなんかこう特集があったりとか、ああそうなん、もう呼ばれてんじゃんと思いながら、ビビッときた、ビビッときて、でもう至る所に行って、うん、で何ですか、こうまたアメリカにも行ったわけですよね、そのハンバーガー本場どうなんだろう、すごいね、はい、アメリカまでも動かすと、アメリカまで行かないとこれダメだと、すごいね、まあ、ただただ行きたかっただけなんですけど、うん、そうだ、ね、結局遊んで終わった、まあ、遊んで終わって全然そんななんかこうきちっと食べたっていうあれでもないんですけど、まあでもいい経験になって、でそこからちゃんとまあ日本のハンバーガー屋さんで、どんなのがあるかなって本格的に食べ歩いて、でやっぱベーガーバーンスっていう、あそこに出会った瞬間も俺はもう、もうここ以外考えられると思いましたね、なるほど、はい、それはもう弁蔵さんの年ですか、それ、まあ、そうです、もう弁蔵をようやく打破できる、打破できる光ですよ、光を見つけた、弁蔵のままで終わるんじゃないかと思ってたんですけ ど, ど、うん、もうベーカーバンスが、うん、なるほどですね、はい、そうですね、21歳の時に岡田くん、まあ、面接来ました。23ですね。23ですか。23ですか。はい。ね、まあ、その、面接来ました。まあ、まあ、確かに弁蔵、弁蔵を上回るちょっともう、絶対これ、20代じゃないだろうっていう、まあ、どう見ても30代の中堅クラスのサラリーマンみたいな背広を着てですね、やってきたのを覚えてますね。はい。で、まあ、そこから、ベーカーバーンスに入って、やるわけですよね。そうですね。うん。で、まあ、ベーカーバーンス時代は、まあ、岡田さんにとってどういう期間でしたか？約8年ぐらいいたわけですけども。そうですね。はい。だから、自分は、まあ、飲食もやったことなかったですし、うん、で、まあ、何もかもが新鮮だったのと、うんうん、まあ、やっぱ当時いろいろ振り返ってみた時の最初の自分が入った時のベーカーバーンスっていうのが、なんかもうほとんどまあもうずまあ繁盛店っていうのも確立されてましたし、でミッドタウンもあって、でやっぱ僕が入る前の昔の話を聞いてると、もっともっとまあカオスな、カオス、もうとんでもない状況だった、そうだね、カオスだね、でも自分が入った時はなんか今振り返って思い返すと、なんかいろんなものが無駄なものじゃないですけど、こうそぎ落とされて、なんかあるこうようやく落ち着いた、もうすごいブワーっていった繁盛店がちょっとこう落ち着いて、なんかいろんなものがこう無駄なものがなくなった、まあ状況の中だったのかなってちょっと今は思い返すと、でそんな感じだから僕と、まあ、先輩の方がいて、ボスがいてっていう、なんか例の H さんですね、あ H さんですね、だいぶお世話になりました、ありがとうございます、そういう感じのスタートだったんで、だからまあやっぱ状況的にはやっぱ繁盛のままで、でも少数精鋭な感じで、だから正直まあかなりしんどい、数年でしたね、まあ本当に経験がないし力もない時代だったんで、そこが結構僕にとっては一番やっぱ飲食やる根っこのベースとしては大事な時期だったんじゃないかなと思うんですね。でそのまあその弁蔵さんからその飲食店入ってですね、はい、引っ張るなって話ですけど、やっぱり一番なんかそのやっぱり今バックホームやってるところのベースというか根っこみたいなのはそこら辺でやっぱ気づかれた感じですかね。そうですね、だから僕は飲食もベーカーバンスしか知らないので、いい意味でも悪い意味でも、だからベーカーバンスの経験っていうものが本当に今
あの全てバックホームにつながってるっていう風な思いでですね、だからやっぱ、まあ、後半やっぱボスと最後、まあ、いろんなボスも、うん、あのミッドタウンも閉店して何もかもこう、うん、あのなくした状態で、うん、本当にもう裸一貫で最後あの、うん、本店だけっていう、うん、その数年ですよね、その最後、まあ、3年ぐらいご一緒させていただいた期間っていうのがやっぱ、うんあのだいぶ大きいですね、ベアンバックホーム今やってるその3年間が、その3年間がもちろん、うん、その前の、まあ、5年もすごい大事だったんですけど、うん、そこよりも最後の3年っていうのが、うんまあ、今本当に自分がやってる、うんまあ、心境だとか、うん、っていう思いでやれてるのを期間ではやっぱり一番大事だった感じがしますね。うん、なるほど、3年は、はい。で、まあ、その、まあ、バックホームの方は、はい、あの、岡田さんが、まあ、バックホームのとこからしかちょっと、まあ、見れてないと思うんですけども、はい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 、まあ、その前のことと皆さん知らないので、はいはい、まあ、こういう感じでちょっと今日はね、あの、少し、はい、まあ、あの、お話ししてもらったわけなんですけども、で今そのまあベーカーの土壌をもとに、まあ、バックホームやってるわけなんですけども、はい、でまあその3年間が大きかったって言ってますけど、まあそこをベースにまあこんまあバックホームっていうんですかね、はい、そういったところはどういったその世界観を見てあのやってる感じなんですか今は。そうですね、自分も、まあ、ベーカーバウンスでいろんな、まあ、接客とか何なりから始めて、うん、で調理で最後は、まあ、その焼き場の店主とした立場でやらせてもらって、一番やっぱなんか大事な本質っていうのが最後僕が卒業して、うん、あのまあなんだかちょっと手伝いに行かしてもらってたこともあって、うん、その流れで最後ボスがもう今の状況のベーカーバウンスやってみろよっていう日を与えてくれたんですよね、うん、もう卒業してるのに、うん、でその日にですねあの最後その日に、うん、あの要はだいぶブランクがあるわけじゃないですか、うん、で昔から来てたお客さんとか、まあ全然今まで、その、まあ懐か、なんて言ったんですかね。うん、いや自分が行ってた時に来たお客様が、うん、来て、僕はふと、うん、あ、やっぱまだ来てくださってるんだっていう、うん、なんて言うんですかね。まあ、すごいな。まあその方っすね。その方を見た時に、うんまあ、その方がですね、やっぱまあご家族でいらっしゃったんですけど、うん、なんかもう本当にもう楽しみで楽しみで仕方がないっていうのがもう溢れ出てたんですよ、ね。溢れ出てた。そうなんですよ。うん、で、それを見てですね、うん、で、まあ、まあ、ボスじゃないですけど、まあ、僕がお料理提供しましたけど、うん、で、食べ終わった後に、もう、めちゃくちゃ喜んでくれてたんですね。うん、もう来てよかったと。もう楽しみで楽しみで仕方がないベーカーバウンスに来て、うん、でお料理食べて、うん、でもういやもう美味しかった満足したっていう風に言ってくれて帰ってくれたんですね、うん、最高だね。 それを見た瞬間に、うん、あこれしかないんだなって思ったんですよね。なるほど。で本当はベーカーバウンスにはもうずっとそういう状況なお店だったんですよ、うんうん。でも、やっぱり頭では思っててもなんか腹に落ちない、なんかこう、ああなるほど、うん、本当はずっと日常にあった景色なんですけど、うん、なんか本当に自分自身が、うん、なんかそういう準備ができてないと、うん、やっぱその景色ってなんか見れないというか、あそれを最後にですね、うん、見た瞬間にもうこれしかないと思って、うんでうん、それを念頭に置いて絶対やれば、うんうん、まあも間違いなく、うん、いいお店はできるだろうっていう思いで、うん、あのバックホームは
あの今もその思いでやってますね、うん、はい、いやね、まだまだあれですけど、その、まあ便所さんで終わる予定の、そうなんですよね、まあここまで、まあ、だいぶ精神を高められたってことですね。まあそういった形でね、もうやってらっしゃるってことで、今その、まあ、そういった思いでやって、私もちょっと一緒にね、あの半月ばかりやらせてもらってるんですけど、本当にこのお店が好き、そしてまあ岡田くんのことが好きっていうんですね。まあ僕も最初のなんかそのベーカーバンスを思い出すようなね、すごい懐かしい感覚で、言いさせてもらってるのと、あとまあ本当に厨房や店の作りや、なんかそこら辺も本当にまんまそんな感じだったりとかするとこもあって、すごくですね、やりやすくやらさせてもらってますね。で、まあ、そういった形で、まあ、バックホーム今、やっててですね、まあ、今回、こういった形で私をですね、呼んでいただいて、本当に自分としてはすごく嬉しいんですけども、まあ、何か、あれですかね、まあ、変化というか、なんか、得るところですとか、まあこれからのバックホームについて考えるところっていうのは ありましたか？ああ、そのボスが来てくださって。そうですね。まあずっとご自身、もう店主岡田さんでずっと2年近くやってきたので、はいはいはい、なかなかこんなことなんてやらさせてくれるお店なんて本当ないんでね、私としては本当にね、ありがたい機会だと思ってやってますね。なんか、あれですかね。まあ、変化みたいなご自身の中であったりとかしましたか？そうですね。なんか一番の変化は、なんか、まあ、ボスとご一緒させていただいて、まあ、まあ、やっぱり、ね、ボスがやってくださるっていうので、やっぱ関西の、まあ、まだ、ボスのご飯食べたことない方が結構たくさん来てくださったんで、まあ全然今までにないそのお店の、まあ、状況環境っていうのをまあ体験させてもらって、なんかまたその次の、まあ、ステージみたいなものが、見えた気はしましたね。まあ、ずっと 1,2 年こう自分のやるべきことをやりながら、次のステップアップを目指しながらっていうところでやってたんですけど、まあ今回そのボスが来てくださって、で、た時のまあ次のステージじゃないですけど、まあそろそろまあ自分がやりたかったお店のまあ形というか、まあまあ、世間の事情とかいろんなのを考えるのはあれですけど、まあ、あんまり積極的に、まあね、できない、まあ、環境、時代ではあったんで、まあそうだね。はい。だからあんまりこう、今はこう、あんまり動かないでっていうところではあったんですけど、まあでもようやく、まあそういうこともなかなか、まあ、もういいんじゃないかなっていうところまで来てると思うんで、まあいよいよ、まあ、ちょっと自分が本当にやりたかったお店の形というか、僕がベーカーバウンスで体験してきたことで、まあ、何かしらこうバックホームという形でなんかこう、皆様に喜んでもらえればなっていうところで、ちょっと、もう一段階ちょっとバックホームいければとは思ってますね。はい、もう日替わり10種類ぐらいですか？いやいや、それはちょっと厳しいですけど、そんなんはできないですけど、もうちょっとですね、ずっとハンバーガーだけじゃなく、いろんなバリエーションのある、まあ、料理を、まあ、できればなっていうふうには思ってますね。でもね、なんかちょっとやってみまして、まあ、なんかバックホームのお客さんもなんかそれを待ち望んでるなっていうのはちょっとね、感じましたね、やっぱりね。まあ今までずっとベーカーバンスで、まあ、やってきたこと、まあ、全部ね彼も受け継いでますんで、まあまあそうですね、まあ、大阪関西の方含めですね、まあ、その味を、まあ、ぜひちょっと表に出してってもらえればなとは思いますね。
で、まあそうですね、まあ、このチャンネル見てる方はね、まあ、ハンバーガーのことも好きなんでしょうけど、まあそういう、なんか、やっぱ独立ですとかね、まあそういったところですよね。まあ目指してる方も多かったりしたりですとか、まああとはハンバーガーやられててですね、お店もやってる方ですとか、まあそういった方もご覧いただいてるんですけども、やはりまあこういうなんか世の中ですね、やはり、なんていうんですか、自分の足で立って歩んでるものですね、まあっていうところでしか見れない世界観みたいなのがあると思うんですけども、なんかやっぱそういったところをね、やっぱ皆さん、やっぱ聞きたいんじゃないのかなと思うんですけども、うんうん、まあ岡田さん的にはなんかそういう、なんかご自身の、なんかこういうものづくりなり接客なり、うん、まあこういうお店っていうものですよね、はいはい、で自分の表現っていうものに対して、うん、まあどういうところを考えてるというか、まあ普段どういったところを思ってやってるかなとちょっとお聞きしたいんですけども、どうでしょうかね。なかなかちょっと難しいですね。結構ここポイントなんですね、うんうん、でも自分がやっぱさっきも言ったと思うんですけど、うん、やっぱその楽しみで、まあ、まあ飲食っていう、まあ、ことで考えると、うん、やっぱ楽しみで来てくださる方がいてて、うん、で、なんていうんですか、まあ、自分がまあ表現するもので、うん、まあ、喜んでくださる、で、すごい喜んでくださる、うん、で、それのただただの繰り返しだと思うんですね、うん、だから、まあ、自分自身が何をどう、うん、こう可能、自分の可能性ですよね、うん、自分の可能性をどう探って、で、それが表現できて、そしてその表現が結果的にどう消化されるか、うん、っていうその循環のそのエネルギーみたいなものが何か、それがまあ、よく循環すれば一番いいかなと思うんですけど、うん、なるほど。で、まあね、やっぱりその、やっぱりこういうお店やってる方っていうのは、はい、まあその、まあ本当にね、綺麗事しか言ってないんですけど、やっぱりなんかもう、やっぱ嫌なこともありますよね、当然ね。まあまあまあ、そうですね、うん。で、やっぱそこを耐えてるのが、まあ独立して、はい、まあ独立独歩で歩んでってる者たちっていうことなんですけども、はい、やはりやっぱこういうところの捉え方ですよね、はいはいはい、まあいろいろだと思うんですけども、はい、お母さん的にはそういった願い、まあ、まあいいことばかりじゃないのがやっぱりお店だと思うんですけども、はいはい、そこを踏まえたところ、そこら辺もちょっと聞いてみたいんですけども、そうですね、やっぱ正直ベガバンスでもやっぱその辛いこととか大変なことでたくさんあって、うんうん、でもやっぱそのなんか、まあ、自分の精神的なその解消の答えで言うと、うん、もうやっぱいい悪いもないっていう感覚に、うん、落としさえすれば、うん、まあ、なんかが壊れたとか、うん、なんかこう嫌なことが起きたっていうのを嫌だっていうそのなんか、まあ、ネガティブな風に捉えることがまあ一番なんかこう自分の精神持っていかれるかなっていう。なるほどね、はい、うん、いいも悪いもなくて、うん、ただただ自分次第と自分次第で起きたこと、うん、まあ、それはそれで自分が起こしたことっていうふうに捉えて、うん、それが悪いことだったのかいいことだったのかって、うん、あまりそこにこう執着せずですね、うん、淡々と、うん、なぜそれが起きたのかとか、うん、っていうものに対してこうどう対処していくかっていう、うん、なんかこう、うん、あんまり感情に揺さぶられないような、うん、対処の仕方というか、ただただそれが起きた、じゃあそれに対してどう対応するかっていうふうにやっぱこう取り組んでますね、うん、はい、だいぶ崇高なお話でございますね。私何をしたまあそうですね、うん、まあその岡田君、まあそういった形で、まあ、まあ本当にね、一人で、まあ、お店をやるっていうのは本当綺麗事ばかりじゃないですよね、うん、やっぱりね。で、私もどちらかというと、まあ、
まあなんていうんですかね、まあ、一匹狼的なところで、まあ、やってきたところもあるんですけども、あのなんて言いますか、ようやくここに来てですね、私も、まあ、なんていうんですかね、そういったつながりというものをですね、まあ、になかなか触れ合うこともなかったんですけども、私自身もまあようやくまあそういったところに、つながっていけるところもできましてですねまあそうですね、まあ、ここのチャンネルで言ってるのは、まあ、本当になんかもっとね、まあ大きい世界観ですね、なんか物事やっていける方がいいんじゃないのかなっていうところで、いつも私はこのチャンネル伝えてまして、まあもちろん儲けだとかそういったものも大事なんですけども、やっぱりまあそういったことも大事なんですけども、やっぱりそのすごく楽しむというか、そのプレゼンにもちょっとですね、ハンバーガーというもののプレゼンに、まあ、こういう原価なりいろいろ上がってる中でも、もっとやっぱり本来の楽しみという部分ですよね、わーっとなんか来るそのエンタメ感っていうのがちょっとまあなんか、まあ、最近減ってきてるなって思ってまして、なので私もちょっとこういうポップアップですとか、まあ、私個人の活動として今再開してる感じなんで、まあいろいろ流れてきて、今回関西でやらさせてもらっているんですね。で、岡田くんもですね、どっちかというと、まあ原価がどうだとかっていうところよりも、まあ今も言ったように人を楽しませたいっていうところですよね。で、決してそれを仲間内でワイワイやるためとかではなくて、なんていうんですかね、やはりまあもちろんお金も必要なんですけども、まあ、そういったことよりももっと、まあ、綺麗事とかでは何でもなくてですね、良いものを、良い表現をっていうところですね、まあ、その活動を、まあ、私はずっとベーカーを通してやってきまして、で岡田くんは岡田くんで、まあ、このバックホームを通じてやっているというところですね、まあ、ここをですね、ご理解いただきたいなと思いますね。なのでまあどうでしょう、そこら辺に関しましては。いやもうまあ少しでもですね、やっぱその、まあ、大きく言ってた飲食ですけど、うん、まあ、そこを通して、うん、まあそれにまあ喜んでくださる方ですよね、うん、もうみんながみんなではなく、やっぱその世界で、うん、まあ喜んでくださる方に対して、うん、活動できるのがやっぱ一番いいのかなって僕は思うんですね、うん、なるほどね、はい、うん、やっぱりその結構だから、まあ飲食業界って私思うんだけども、はいはい、そのお店だけじゃなくて、はいはい、やっぱりそのお客さん側もやっぱり、うん、店主が意識高いだけではダメだと思うんですよね、うんうん、お客さん側もやっぱり消費する側も、はい、やっぱりそういうなんていうんですかね、食べるから偉いんだとか、うん、お金払うんだから偉いんだとかではなくて、うんうん、やはりまあそのしっかりそのいいことをやってるお店っていうのをですね、はい、やっぱりそのやっぱり応援していくっていう、うん、そういう今までのこういうまあなんていうんですか、羅列されてるサイトの点数とかではなくて、私はやっぱりそのふうに、まあ、しっかりそのそうです、ね、うん、本質質実剛健なことをやってるですね、お店をやっぱりなんか足を運んでですね、うん、やっぱり探して応援してあげてるっていう、まあ、こういうのがまあ本来の飲食店のあり方ではないのかなと思うんですけども、うん、まあ、そこら辺に関してはいかが。そうですね、やっぱ単純にやっぱ自分は別にその誰かを使ってとか、うん、たくさん量産的にするとかっていうふうには考えてはないので、うん、やっぱりそういったお客様ですよね、そのなんかこう、うん、そういったものを求めてきてくださるお客様に対してどう自分がアプローチできるかっていうことがやっぱ一番大事なことだと思うんで、やっぱ自分自身が常にそれをどう常に、まあ、日々考えて
やっていくかっていうのがやっぱそういったお客様にもつながることだと思うんで、じゃ一人でも、まあ、そういった方が増えてくださるのがやっぱ自分にとって一番嬉しいかなと思うんですよね。なるほどね。で、まあ、あとは昨今ですね、はいはいはい、まあ、相当飲食店には厳しい事情というか、うんうんうん、まあ、相当、まあ、原料の値上げがですね、はいはいはい、まあ、続いておりますけども、はい、うん、まあ、相当やっぱり飲食業界、まあ、含め、まあ、飲食業界だけではないとは思うんですけどね、いろんなところに波及していってると思うんで、まあ、今後ですね、やっぱそういった中で、まあ、いろいろ時代がへめぐって変わっていって、その環境の中でもやっぱりやり続けていかなければならないっていうところもあると思うんですけども、まあ、そこら辺に関しては何か考えとかありますか？そうですね、まあ何の参考にもならないと思うんですけど もう極論ですけど、極論、はい、なるようになるしかない、なるようになるしかない、何を考えようか、うん、何を考えようか、なるようにしかならない、なるようにしかならない、ただただやるべきことをやりゃいいっていう、うん、なるほどですね、一日一日もうそんなことに、うん、考えるその時間ないんで、時間ない、とにかく一日一日一瞬一瞬、うん、やれるべきことをやるだけです。やれるべきことを、先のことを一切考えます、先のことは一切考えます、なるようになる、死ぬ時みんな死ぬと思います。まあもう、あだこうだもがかず、ただただもがかず、もがかず、もがいたところでどうにもならん、溺れるだけっていう、もがけばもがくほど、はい、もうあり地獄ですよね。あり地獄ね。もうスーってもも、うん、飲まれたらいいんじゃないですか。でも結構もがいてる人多いですよね。だからやっぱ、うん、やっぱいろんなことを考えてしまうからじゃないですかね。ですね、結局やれることって一つしかないと思うんで、ね、飲食だったらご飯作る、うん。ただそれだけじゃないですか。うん、それさえなんかこう忠実に守っていけば、うんうん、まあ、まあ大丈夫じゃないかな。大丈夫。まあ楽観的かもしれないですけど。うん、なるほどですね。はい、うんうん、まあまあ参考になさらずですね。ああ、なるほどですね、はい。でもまあ、そこがやっぱり大事かもしれないですよね。うん、まあ今やると。そうですね。今目の前のことに、うん、まあ、全身全霊込めるってことでしかまあ、ないですよね。そうですね。この、はい、表現の世界というのはですね。そうですね。うん。やっぱり、もういつ何時どうなるなんていうものは分かりませんから、ね、うん、そうですよね、はい、確かにそうです。ですからまあよく私も言ってたのがやっぱり結構先のことを心配してですね、うん、今の目の前のオーダーを全部怪我してしまってるんですよね、うん、もうお金のことやら、うん、まあその予定のこと、でもまあ今やってるオーダーが全て未来にね、うん、繋がってってるってことだと私はいつも思ってこういうことを言ってやってきましたね、うん、はい、まあちょっとね長くなってしまいましたけども、まあ、あと残りですね10日ほどですか、はい、やらさせていただく感じでございますね。なんかもう本当に言いたいことばっかり言ってしまいましたけど、まあ、私も本当に今回、まあ、まさかですねお弟子さんのお店にちょっと呼ばれて やらさせていただけるってことは本当に至極光栄なことでございます。ですが私も本当に、まあ、ここでもよく言ってるんですけども、やっぱりその上下っていうのは私ないと思ってまして、まあそのなんていうんですか、その同じですよね、うん、やっぱりその弟子ならば弟子と師匠が同じになるっていうのが私の考えなんですよ、うん、でないとやっぱりいつまでたっても不平等であって、やはりその弟子で入ったならばいずれ独立して一人前になるっていうのが本来の私はこのやはりその創造の世界にある普通の普遍的な原理だと思ってますね。いつまでも下ではなくですね、もう自分もいつか独立してやるぞと、そして自由に表現をしていくぞと、でまあそういった者たちが増えていけばですね、まあまあ楽しい世界になるんではないのかなといつも思ってますね。まあ一人一人たった一人って思うかもしれないですけども、
まあその一人が大事なんですよね。まあそういった自由な、発想をもとに生きていける人を増やしていくと、というところでいつも私はやってきますし、まあ岡田君もこれからですね、まあまあわかりませんけども、まあ今はね今後のことなんか聞いてもあれなんでしょうからですね、まあ今後の活動を楽しみにしていきたいと思いますね。じゃあ最後に岡田さん、何かこのチャンネル見てる方にメッセージあったら最後よろしくお願いします。そうですね、まあ、僕もボスのチャンネルはずっと拝見させていただいてるんで、ありがとうございます。いや人生もやっとした時このチャンネルを見れば問題ないって言ってそれだけお伝えしたくて。わかりました。もやつくことたくさんあります。そうですね、もやつく一日のうち半分以上はもやつきますね。いやもうもやつきますね。でそんな時この意味を再生をすればそのもやっと解消します。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。